Ladies and gentlemen, it's my privilege that I can introduce all good men and all good women in this video to Jesus Theory by Hiroshi Hayashi. To Jesus, one is Shemesh, who was murdered and crucified by Maria, and another one is Marduk, who was a replacement of crucified Jesus. Marduk, who has been our Lord and Savior for humans since then for over 2 millenniums or more. Here in this video, I would prove this fact with evidence led by Christ after 1500 years in the Renaissance. It may be a long story, but this video is a very essential one for humans to make sure of the existence of God. The existence itself is our hope to live. Hayashi Hiroshi のイエス二人説を紹介します。一人はマリアによって処刑され殺されたイエス・シャマーシュです。そしてもう一人はその後シャマーシュの代理として私たち人間を温かく守り育ててきたマルドゥクです。それをこの動画の中でキリストがルネサンスの時代に残した証拠を添えて証明します。長い動画になりますが、神の実在を証明するためにはどうしても必要な動画と考えています。神の存在そのものが私たち人間には生きる希望となっているのです。広島やし浜松シティジャパン。イエス・キリスト二人説です。今ご覧いただいている表の中で赤枠で囲った部分のみをこの動画の中で説明します。一人は十字架にかけられ処刑されたイエス、そしてもう一人は私たち人間の救済主キリストです。1500年後のキリストはルネサンスの時代に現れて私たち人間に多くのメッセージを残しました。その中の一つがカペラ・シティーナの天井画であり壁画ということになります。今皆さんに3人の人物の像をご覧いただきます。一番左の人物ですね、最後の審判の中に描かれている人物です。そして右がアダムの創造の中に描かれている人物です。これら両者は同じと私林浩司は判断しました。細かいところを丁寧に比較してみてください。やや年齢差があるように見えますが、特にこの鼻に特徴があります。長い鼻、やや曲がった鼻、大きな鼻の穴、尖った鼻ということになります。他にもいろいろ似ています。そしてミケランジェロなる画家を通して1500年後のキリストはもう一枚の絵を描きました。それがアダムの追放という絵です。右の絵がその絵ということになります。一般には右の人物は追放されるアダムということになっています。で、この人物も他の二人と同じです。先ほども言いましたようにやや年齢差があるように見えますが同じです。特に耳の形ですねが同じです。で、これら三人は同じということになりますが、この三人は誰かということですけども、名前が分かっているのは向かって左側の人物です。最後の審判の絵に戻ってみます。中央にその人物が描かれ、その下に隠し数字、隠し文字の形で77と表現されているのが分かります。77です。77というのはユダヤのゲマトリアによれば
キリストを意味します。つまりこのような形で1500年後のキリストはここに描いてあるのはキリスト、つまり私自身なんだよということを示しました。ユダヤのゲマトリアによればですね、77は7はキリストを意味します。となると他の2人もキリストということになります。右の絵はですね、一般にはアダムの創造というふうに紹介されていますが、ここに描かれているのはアダムなんかではありません。イエス・キリスト自身です。もっと正確に言えば1500年後のキリスト自身ということになります。そして右の人物は誰かということになりますが、この人物もキリストということになります。一般にはアダム、あるいはカインとして紹介されていますが、カインそのものと考えても間違いありません。つまりここに描かれているのは皆1500年後のキリストということになります。で、話を先に進める前に一つ確認しておきたいことがあります。キリストイコールカイン説について、1500年後のキリストはミケランジェロなる画家を通してこんな一枚のメッセージを残してくれました。一般にはカッシナの戦いという名前のついた絵ですが、この絵の中には775027という数字が隠し込まれていました。これをユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読すると、キリストは聖書でいうところのカイン、キリストは聖書でいうところのカインとなります。キリストイコールカイン説ということになります。で、話を戻します。同じく1500年後のキリストはもう一枚のメッセージを私たちに残してくれました。アンドレア・デル・ベロッキオとレオナルド・ダ・ヴィンチの合作とされているイエスの洗礼と題された絵です。その絵の中にはイエスとバプティストのヨハネが描かれています。この人物に注意してください。この中のバプティストのヨハネと言われている人物に注意してください。先ほどのミケランジェロが描いたとされるキリストの像と比較してみます。年齢的に近いと思われるので右の人物と比較していただきます。で、比較してみるとですね、大変よく似ているのがわかります。鼻の表現の仕方、それと、まあ、小鼻ですね。順にこう比較していくと、やはり違いがないという点で同じということになります。長い眉毛、そしてまあ髪の毛の様子ですね。で、耳も大変よく似ています。つまりこれら2人の人物は同じということになるのではないでしょうか。ただその間には40年近い年月が流れています。で、先ほどのキリストと私が判断した像と、そしてイエスの洗礼の中の2人と比較してみてください。上の3人は下の2人のどちらによく似ているかということです。上の3人は下の2人のどちらによく似ているかということです。上の3人はバプティストのヨハネの方によく似ているのがわかります。となると下の左の人物は誰かということになります。で、調べてみると左下の人物と同じ人物をミケランジェロなる画家は埋葬と題された絵の中に描いているのがわかりました。左下が埋葬の中に描かれているイエス・キリストです。その人物の顔と左から下2番目の人物の顔を比較してみてください。この埋葬という絵は誠にもって謎めいた絵ということになりますが、それは今日のテーマではありません。右が埋葬です。その中に埋葬される寸前のイエスが表現されています。そのイエスと先ほどの
イエスの洗礼の中のイエスの顔を比較してみてください。一見すると違うように見えますが、細かいところを順に比較していきますと、全く同じであることがわかります。ここが一つのポイントになりますから、皆さん自身の目でしっかりと確認してください。左はイエスの洗礼の中に描かれているイエスです。そして右は埋葬の中に表現されているイエスということになります。この両者は同じです。左はダ・ヴィンチの作品です。右はミケランジェロの作品ですが同じです。もっともそれもそのはずですよね。これら2つのメッセージを残した神はもう一人その上にいる1500年後のキリストということになるからです。で、ここまでの結論かつこれから話す長い物語のアブストラクトということになります。イエスの洗礼の絵です。この中には4人の神が表現されています。イエスです。またの名をシャマーシュと言いました。そのシャマーシュはマリアの手によって殺され、そして処刑されました。そしてもう一人の神、キリストです。救世主です。この救世主は、聖書でいうところのカインということになります。そして鳥で表現されているのが、固めのマルドックということになります。そしてさらにその上に両手を広げた神がいます。ソフィアです。神の中の神、最も崇高にして神聖な神、ソフィアということになります。この動画の中では赤枠で囲った2つの部分について証明します。固めのマルドック、そしてソフィアについてはまた別の動画をご覧になってください。つまりイエス、二人説。一人はイエス、もう一人はキリスト。二人合わせてイエス、キリストということになります。で、本論に入る前に、もう一度キリストイコール聖書のカイン説について確認しておいてください。1500年後のキリストはダ・ヴィンチ、ミケランジェロという画家を通してさまざまなメッセージを残してくれました。その中の一つがカッシナの戦いというメッセージです。その中には775027という数字が隠し込まれていました。77はキリスト、50は聖書の、そして27はケイン、つまりカインということになります。つまりこのような形で1500年後のキリストは私たち人間にメッセージを残したということになります。キリストというのは聖書でいうところのカインのことなんだよとです。これはもう動かしがたい定義ということになります。続く動画の中でイエス、キリスト、二人説を説明します。長い動画になりますが、どうかご覧になってください。バイ。
God will never finish his work unfinished on the way. When you think it is unfinished, it indicates that your common sense is unfinished. God has left his essential and secret message in these paintings under the name of unfinished. In order to know the secret, we have to get out of that unfinished common sense right now. 神は決して自分の仕事を途中で未完成のまま終えません。もしあなたがそれは未完成であると思うなら、あなたの常識が未完成であるということになります。神は未完成という名のもとで、それらの絵画の中に神の重要かつ秘密のメッセージを残しました。その秘密を知るためには、まずあなたはその未完成の常識から抜け出なければなりません。広瀬林、浜松シティ、ジャパン。未完成の対策、あるいは未完の対策と言われている絵画を4枚集めてみました。レオナルドの描いたセント・ジェロームです。そして東方三博士の礼拝の絵です。白抜きの部分があるため未完成と言われています。そしてミケランジェロの描いたマンチェスターの聖母です。埋葬と題されたこの絵もやはり白抜きの部分があります。つまり途中でこうした仕事を画家たちは投げ出したというのですが、本当にそうでしょうか。またそのように考えて片付けてしまって良いものなのでしょうか。これらの絵画は有機的に、つまり密接不可分につながっています。例えばダ・ヴィンチの描いた左上のセント・ジェロームの絵の中では、ライオンの部分が白抜きになっています。そして右下のミケランジェロの描いた絵の中では、フンババが白抜きになっています。右上の東方三博士の礼拝の中と、そして左下の、マンチェスターの聖母の絵の中では、人物が白抜きになっています。このように共通性を持って表現されているということです。もちろん、セント・ジェロームの絵と東方三博士の礼拝の絵にもその共通性が見られます。セント・ジェロームの絵の背景には61、すなわち11種ゲマトリアで神を意味する数字が隠し込まれています。そして東方三博士の礼拝の絵の中には131、つまり同じく11種ゲマトリアでイナンナを意味する数字が隠し込まれています。この絵では分かりにくいので、もう少し精細な絵で皆さんにご覧いただきます。聖ジェロームの絵です。キー枠で囲った部分に注意してください。拡大し180度回転すると、そこに数字の61が現れてきます。この61は先にも言いましたが、ユダヤのゲマトリア、つまり暗号によって解読すると神を意味する言葉であることが分かります。つまりこのような形で、レオナルドを通してですね、1500年後のイエスはここに描かれている人物は神であることを示しました。そして同じように東方三博士の礼拝の絵の中には131という数字が隠し込まれていました。この赤枠で囲った部分に注意してください。そしてやはり180度回転すると、そこに131という数字が現れてきます。この131という数字と聖ジェロームの中に書かれている61という数字の書体が同じであるという点にも注意してください。131はユダヤのゲマトリアで解読すると
イナンナ、イナンナとなります。イナンナ・イシュタールのイナンナです。つまりここに描かれているマリアはイナンナであるということをこの数字が示しているということになります。言い換えると一見雑なようで未完成のように見える絵画ですが、その中にはこういう極めて重要なメッセージが残されている、いたということになります。東方三博士の礼拝です。白抜きであるがゆえに未完成であるということになるわけですけれども、ことはそんな簡単なことではありません。神は自分の仕事を未完成のまま、つまり中途半端なまま投げ出すようなことはしません。同じように花壇、ミケランジェロの2枚の絵についても同じような共通性が見られます。今、丸で囲んだ部分を注意してください。同じ人物、同じ輪郭を持った人物と私は判断しました。そしてこの足もですね、同じ輪郭を持った同じ人物と判断しましたが、これはこの絵の中ではマイナーな問題ということになります。わかりやすく言えばですね、これら4枚の未完成の大作と言われている絵画はそれぞれ密接不可分に有機的につながっているということですが、下の絵で重要なのはこのミケランジェロが描いたとされる埋葬の絵の中に描かれている右下の動物らしき絵ということになります。この白抜きの部分、一見すると猿のようにも見えますが、私はフンババであると判断しました。文献によるとフンババは巨大なモンスター、ジャイアントモンスターと表記されていますが、ここに描かれているフンババは小さいようです。で、ミケランジェロは今度は彫刻として同じものを表現しています。右はミケランジェロが彫刻したとされる瀕死の奴隷と題された彫刻です。その彫刻の裏側にも大変よく似た猿のような動物が彫刻されています。未完成の動物です。荒削りの動物です。つまり未完成の動物です。で、この動物は何かということですけども、正面をから撮った写真が手に入りました。その右がその写真ということになりますが、下の方に顔が表現されています。で、この顔をですね、フンババと比較してみます。下はメソポタミア、バビロニアに残るフンババの、まあアーティファクトということになります。同じ顔である点に注意してください。つまりここに表現されている猿のように見える動物はフンババであると私林博士は判断しました。先にも言いましたが、フンババは一般にはジャイアントモンスターとして知られていますが、なぜ小さいのかということになりますが、それには理由があります。 Wikipedia English の方には次のように書いてあります。 In ancient Mesopotamian religion, Humbaba also spelled Huawa and surnamed the Terrible was a monstrous giant of immemorial age raised by Utsu. この赤線の部分に注意してください。 Humbaba は Utsu、つまりシャマーシュによって育てられた巨大な化け物であると書いてあります。子供のフンババということになりますが、その子供のフンババを育てたのはウツ、すなわちシャマーシュであるということになります。となると右がフンババですから、中央もフンババ、そして左の白抜きになっている動物らしき
物体はフンババということになります。そして左の埋葬の絵の中央にいるのはシャマーシュということになります。イエスイコールシャマーシュということになります。が、そのことを知っていたルネサンス時代のもう一人の画家がいました。それがアゴスティノ・ヴェネチアーノです。アゴスティノ・ヴェネチアーノはこんな絵を描き残しています。その中には1502という数字が隠し込まれていました。ここが重要ですから、皆さん自身の目でしっかりと確認しておいてください。1502です。15というのはイナンナ・イシュタールの神聖数、そして02、つまり20はシャマーシュの神聖数ということになります。古代ヘブライ語においては左から右に読み、右から左に読むという習わしになっていました。つまりここに描かれている1520はイナンナ・イシュタールとシャマーシュということになります。このイナンナ・イシュタールとシャマーシュが現在のキリスト教の原型を立ち上げました。が、そのシャマーシュはどういう理由か、それははっきりしませんが、つまりは処刑になってしまったというわけです。それを表したのがミケランジェロの埋葬という絵です。あの埋葬の絵の中に描かれているキリストはどこにも傷がありません。つまり処刑された後の絵ということになるわけですけども、成功もなければ頭の茨の傷もありません。そして言うまでもなく、瀕死の奴隷と題されたミケランジェロの彫刻は瀕死の奴隷ではなくて瀕死のイエスということになりますが、そのイエスの体にもどこにも傷がありません。つまり処刑される前にすでにイエスは瀕死の状態であったということになります。なお現在のローマ法王たちはですね、知ってか知らずか IHS という頭文字を使って自らの法王の紋章を飾っています。 IHS です。 I はイシュタールの頭文字、 S はシャマーシュの頭文字と考えると、この謎は簡単に解けます。では中央の H は誰かということになりますが、 H はヘイレル、つまり旧約聖書でいうルシファー、つまり悪魔ということになります。またの名をプロメテウス、またの名をエア、延期と言います。アヌ王の第一天使でした。が、人間を改造したという大悪を犯したため、一方では悪魔ルシファーと呼ばれ、また一方ではプロメテウスと呼ばれるようになりました。さらに言えば、現在のバチカンの紋章はイナンナ・イシュタールの8方向に伸びる金星の紋章とシャマーシュの太陽の紋章を合体させたものだということもわかります。なお今ご覧いただいている絵はですね、下がミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの原画のスケッチ画ということになります。で、右下にいるのがシャマーシュ、そしてやや左寄りの中央に立っているのがイナンナ・イシュタール、つまりマリアということになります。右下の人物がイエスであることは、ペーター像の中に表現されているイエスと比較してみるとそれがわかります。ともかくもここでは IHS というのはイナンナ・イシュタール、ヘイレル、そしてシャマーシュの頭文字ということになります。が、この事実はローマンカトリックにとっては誠にもって都合が悪いということになります。イエスの正体はシャマーシュということになってしまうからです。それ以上にマリアの正体はイナンナ・イシュタールということになってしまうからです。
そしてローマンカトリックの紋章はイナンナ・イシュタール、左下の紋章と中央のシャマーシュの紋章、この2つを合体させたものであるということがわかります。その中に IHS という文字が書き込まれています。さまざまな解釈がなされていますが、そうした解釈には全く意味がありません。ここで少し回り道をしますが、ミケランジェロなる画家が描いたとされるカッシナの戦いの絵の右下に描かれている人物がイエスであることを証明しておきます。これがピエタ像です。このピエタ像がその謎を解くきっかけになりました。このイエスの向かって左、すなわち右腕を見てください。奇妙なコブがボコボコと出ています。コブです。注意深くご覧ください。コブがボコボコと出ています。コブですね。で、これと同じコブがですね、実は先ほどのカッシナの戦いの絵の中の人物に描かれていました。それをこれから説明しますが、その前に、ここで、コブをしっかりと確認しておいてください。特に、上腕の向かって左側には、ヒレのようなコブができているのがわかります。中央で、それを今、皆さんにご覧いただいています。注意深く、ご覧ください。コブがありますね。では、なぜ、ミケランジェロがこのような、コブを表現したかですけども、この彫刻は残念ながらミケランジェロが彫ったものではありません。で、もう一つ先ほどのカッシナの戦いと言われている絵に戻っていただきたいんですけども、その右端の下にですね、下でですね、足の皮をベローッと履いている人がいます。靴下を履いているのではありません。皮を剥いでいます。この人物のこの腕に注意してください。この腕を立てて、そして反転し、大きくしてみます。この2本の腕は一致します。照合しますから注意深くご覧ください。ボコボコとコブが出てますね。そして、上腕にはヒレのようなものがついています。そして肩のところにもポコンポコンとコブがあります。一応これら両者は、ミケランジェロが彫刻したもの、あるいはミケランジェロのスケッチと言われています。しかし、ミケランジェロはこうした彫刻を作っていませんし、絵も描いていません。その証拠が、実は、ダヴィンチと言われている芸術家の周辺から出てきました。これがそのスケッチ画です。注意深くご覧ください。同じようなヒレ、コブがダヴィンチの周辺から出てきているわけですね。となりますと、どちらが後先かわかりませんけども、このヒレに注意してください。一番右が一応ダヴィンチが書き残したと言われているスケッチ画です。中央がミケランジェロが書いたと言われているカッシナの戦いの中の人物の腕です。そして一番左がペーター像の腕です。これら三者は一致しています。ということは、これら三者は二人の別々の芸術家によって書かれたのではなくて、さらにその上にいる1500年後のイエスによって書かれたということになります。これだけではまだ証拠は不十分ですね。ですからこれからそれを順に説明していきたいと思います。で、1500年後のイエスの話をします。この人物に注意してください。この人物は1500年後のイエスと林博士は判断しました。先ほどのカッシナの戦いに出てくる人物と比較してみてください。同じであることに皆さんもお気づきになると思います。ちょうど角度と言いますかね。顔の傾きも、傾きと言いますか、もう同じだということですね。特に耳はですね、後でも出てきますけども、人間の指紋と同じように個人差が極めて大きい部位です。
ですから耳を照合することによって、その人物を特定することができます。で、左は、一応、ミケランジェロが描いたと言われているスケッチ画です。右は、一応、ダ・ヴィンチが描いたと言われているスケッチ画です。しかし、これらは、ミケランジェロ、あるいはダ・ヴィンチによって描かれたものではありません。もし描かれたとするならば、どちらかがどちらかを真似たということになります。あるいは、茶化したということになりますけども、それは少し無理があるということですね。そのこともこれから順に説明していきます。そして、先ほどの、カシノの戦いの絵の右端に、右下にいた、この人物は頭に花冠をかぶっています。すなわち、王、この絵の中で王であることを示しています。この花冠をかぶった人物と先ほどのダ・ヴィンチが描いたとされる絵と比較してみてください。同じですね。そして、このダ・ヴィンチが描いたと言われているこの人物と花冠をかぶった人物が同じ。そして、この花冠をかぶった人物の腕と、そしてミケランジェロが彫ったとされるペーター像のイエスの腕が同じということになるわけです。すなわち、まあ一番右がですね、イエスということになりますと、中央もイエス、そして左もイエスということになります。こうして繋がりました。すなわち、これら三者は、1500年後のイエスによって書かれたり作られたりしたものだということになります。話を元に戻します。これらの作品は、未完の大作、つまり、未完成の作品と言われていますが、未完成の作品ではありません。未完成に見せかけた、実は未完成でない作品ということになります。その未完成であるということを隠れ蓑にしてですね、さらに重要な事実を隠しているということになります。で、右下の絵に特に注意してください。ここに描かれているのはフンババ、つまりシャーマン氏の愛玩ペットであったということになります。なぜこんなところにフンババが描いてあるかといえば、この中央の人物はイエスイコールシャーマン氏であることをこの絵が伝えたかったからではないでしょうか。またそのように解釈すると謎が解けるということになります。そしてそのシャマー主はイナンナシタール、つまりマリアによって殺された可能性があるということになります。あるいは何らかの形でマリアがイエスの殺害に関わっていたということにもなります。それを示しているのが右下の絵、埋葬ということになります。イエスの向かって右側に立って、そのイエスを極めて冷ややかな目で見下ろしているのがマリアということになります。が、これら4枚の絵を有機的につなげて考えてみると、さらにその向こうに巨大な秘密が隠されているのがわかります。それがこの動画の結論ということになりますが、つまり1500年後のイエスはですね、レオナルドという画家を通して上の絵などがその一例ということになりますが、イエスはマルドックであることを示しています。そして同じくミケランジェロなる画家を通して下の作品2枚残しましたが、殺害されたイエスはシャマーシュであることを示しています。つまりイエス二人説ということになります。シャマーシュとマルドックということになります。その当初のシャマーシュはどういうわけか、まあ、殺されてしまうわけですね。でその後を意思を引き継いで神の座でイエスと呼ばれるようになったのがマルドックということになります。さらにわかりやすく言えば、1500年後のイエスはレオナルドを使ってマルドックというイエスを表現し、そしてミケランジェロという画家を使って処刑される前のイエス、すなわちシャマーシュを表現したということになります。
And wonders of his love, and wonders and